卵炒めのスイートポテトソース、台湾卵とコリコリ食感のキクラゲとコリコリのエビをあっさりとした塩味で仕上げます。それでは作っていきましょう。材料は肉エビ12グラム、卵2個、キクラゲ12枚、枝豆15グラム、一味角にスライスした生姜10グラム。調味料とスープを合わせておきます。塩を小さじ4分の1と、酒を小さじ1と、胡椒を適量入れます。鶏ガラスープまたは素を溶いたものを大さじ4入れます。ごま油を小さじ2分の1入れ、水溶き片栗粉を小さじ1入れ、よく混ぜ合わせておきます。卵に軽く塩コショウをして、よく混ぜ合わせておきます。エビに下味をつけます。塩コショウは味の素と先を少量入れ、よく揉み込みます。卵を少量入れ、含ませたら片栗粉を大さじ1入れ、まぶしておきます。鍋に油を入れ、温めていきます。油の温度が熱くなる手前、140度くらいでエビを入れ、油通しをしていきます。高温の油で揚げるとエビが硬くなりやすいので、少し低めの温度で火を通します。エビ全体に熱が伝わるように油の中を泳がせるようにして火を通します。このくらいまで揚げたら、キクラゲと枝豆を油通ししていきます。キクラゲは水分が多く含んでいるため油が跳ねやすいので注意します。さっと洗い通したらすぐに仕上げます。鍋に大さじ1の油を入れ、卵を炒めていきます。火力を中火にして卵を油の上に流し込み、軽く火を通したら半熟のうちに仕上げます。このくらいになっていれば OK です。一旦ボウルなどに入れて、そうしたら小さじ1の油を入れ、生姜を炒めていきます。生姜を入れたら強火にして、油でパッパッと弾けてくるまで炒めていきます。生姜のいい香りがしてきたら、油通した材料を入れます。合わせておいたスープをよくかき混ぜながら流し入れ、具材と絡めます。この半熟に炒めた卵を入れて合わせれば完成です。さらに盛り付けます。
これでイートキクラゲの卵炒めの出来上がりです。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。